業オタクまゆぴぴです。はい、ということで今日はなんとコールラブのオンラインお話し会とオンライン個別サイン会の抽選当落結果が出たので、こちらを見ていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。まずこちらの動画のオープニングを見てびっくりされた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私イコラブ会で味を占めまして、なんと現場と言っていいのかちょっと微妙なラインではあるんですけど、オンラインなのでオンラインサイン会とオンライン個別お話し会に初めてエントリーしてみました。でこれが抽選が当たるかどうかがまずわからないというか、多分当たらないので、落ちても、まあ、今までも行ったことなかったし、まあ、今まで通りの日常が流れるっていうだけなんですけど、なんとねこのサイン会だったりお話し会は CD を購入するだけでできるということなので、よくこう皆さんがね AKB48 だったり乃木坂46だったり握手会にね行ってきたとかっていうのを学生の頃からちょこちょこ聞いていたんですけれども、やはり私は以前もお話しした通り在宅オタク極めておりましたので、なかなかそういう機会がなかった。でさらにオンラインになったからそんな言い訳ももう聞かないんですけれども、初心者なので推しと話をしてしまってもいいのだろうかみたいな、そんな気持ちがあっていつも応募ができずにいたんですけれども、以前ツイッターの方でですねリスナーの方からこちら応募してみたらどうですかっていうリプが来て、今回やってみようっていう風に決めて抽選にエントリーしてみました。そちらの当落結果が今出ているみたいなので一緒に見ていきたいと思います。この当落結果っていうのはネット上で見ることができるので、ぜひ一緒にドキドキの瞬間を共有していただけると嬉しいです。まずはじめにイコールラブ11枚目のシングルタイトル未定の発売記念オンラインサイン会の当落から見ていきたいと思います。皆さん心の準備はいいですか。3、2、1。落選してました。やっぱりよりちゃんって人気なんですね。やっぱりか。なんかまあそうなることは最初から分かってたんですけどね、分かってたんですけど、実際やっぱ落選っていう文字を見るとなんか私じゃダメだったのかなみたいな、そんな気持ちにもなりますよね。今までにたくさん応募されている方だったりとかからするとこんな落選っていう文字ぐらいでね、へこむんじゃねえ、こんなの当たり前だよって言われるかと思うんですけど、まあやはり今までエントリーしたことなかったので落選ちょっと寂しいところがあります、ね、ただまあまだお話し会の方の当落見てないので、こちらに期待をかけていきたいと思います。お願い、お話し会は行きたいよ。それでは運命の瞬間まで3、2、1。はぁ、え、どうした。え、待って、え、待って、これイオリちゃんとお話ができるってこと。え、待って、え、待って、え、天の上の存在イオリちゃん、この前は、まあ、わずか5メートルぐらい、5メートルじゃないかの距離で拝むことはできました。できました。イコノイフェスですごいアリーナのねところから眺めてくれた、そこから銀河劇場で6列目から眺めることができた。徐々に距離は縮めております。で次はオンラインですが、オンラインという隔たりはあるもののお話ができる。え、やばくない。え、待って、個人的に、いやサインも欲しいです、サインも本当に欲しかったんですけど、サインより嬉しいかも。だって、え、だってお話ができるんですよね。やばー、お話、お話って何は、お話って何、何話せばいいんですか。無理無理無理、ちょっと待って、え、待って、混乱してきた。え、皆さんお話か、え、すごいですよね。え、皆さん何話されてるんですか。ちょっとマジで実感が湧いてこない、やばー。今すごくびっくりしていて、なんかイオリちゃんってやっぱり人気が強いっていうふうにすごく聞いていたので、まさか
さかこんなね、テーテーオタクな私が当たるとは思っていなかったですし、数ヶ月先のイベントですので、モチベめちゃめちゃ上がりますけど、え、待って。お話し会って何話したらいいんですか？爆ない？え、皆さんが常にお話し会で何をお話しされてるのかっていうのがすごく気になるので、もし差し支えなければ、ぜひコメント欄で教えていただきたいんですけど、え、私何喋ればいいんだろう？え、何喋ったらいいと思います？やばい、自我がない、マジで。え、怖い、待って。え？すごく混乱しております。え、だってお話し会ですよね。でも話によるともう本当に10秒ぐらいで、あー好きですシュンみたいな感じらしいんですよ。それはやっぱり AKB48 さんの握手会みたいな雰囲気だと思うんですけど、剥がされる的な、オンラインってスポンって終わっちゃうらしいんですよね。え、じゃあその数秒で私は何を伝えたらいいんですか？何？職業オタク眉ピピです。そんな字が丸出しなことできないですし、え、なんて言えばいいんだろう、どうしよう、結婚してくださいって言っても多分そんなの言われ慣れてるだろうから軽くあしらわれるに決まってるし、人生初のお話し会でよりちゃんと話せて幸せですとかでもいいかもしれないけど、重いかな、重い女って思われるかな、どうしよう、もう無理、なんて話したらいいんですか、決まらない、え、どうしたらいいんだろう、本当に迷います。え、でも YouTube を見てくれてるわけがないんだけど、もしもですよ、もしも仮にすごくエゴサとかしてくれるタイプの推しだったとして、もし見てくれてるなら見てるのかどうかは知りたい。でもそんなこと聞けるわけがないし、どうしたらいいんですか、どうしよう、本当に緊張する、絶対開始5分前とかにお腹痛くなる、どうしたらいいですか、なんて聞けばいいんだろう、マジで悩んでます。え、好きな食べ物はとか、そんな単純なことはね、ググレカスだと思うんですよ。だからそんなことも聞けるわけないし、何を聞けばいいの、マユピピにあだ名つけてください。でももうマユピピってあだ名ついてるじゃないですか。え、何、なんて言えばいいの、本当に困る。みんな何話してるんですか、ちょっとこれは会議ですね。皆さん大喜利大会だと思って、マユピピがイオリちゃんに初のオンラインお話し会で何をお話ししたらいいか、ぜひ候補というか案を教えてください。で、その中で選ぶっていうよりは、そうやって出していただいた中から私が想像して、あ、こういうこと聞いてみようっていうのを考えたいと思います。ちょっとマジで今参考例みたいな例文が思いつかなくて、いや難しい。え、聞きたいことはいっぱいある、聞きたいことはいっぱいあるけど、絶対に決めないとスンって終わっちゃうので、そんなに何枚も何枚も詰めてないので、私の場合すんなんで、どうしよう、ちょっとこれはですね、数ヶ月後にはなってしまうんですけれども、結果いおりちゃんがどういうリアクションをしてくれたかっていうところまで動画にできたらなと思いますので、皆さんぜひお楽しみにしていただけたらなと思います。うわ、待って、本当にやばい、今日の動画は待って、何言えばいいのしか言ってないと思うんですけど、結構混乱した状況で本当に何を言えばいいのか頭がパッパラパーになっております。はい、ということでちょっと何を言おうかまだ考えてないので、皆さんアドバイスなどあれば教えてください。ということで今日はイコラブお話し会、そしてオンラインサイン会の当落についてお話ししていきました。この動画面白かったよと思ってくれる方いるのかな、いたらぜひ高評価で教えてください。そしてチャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。マイピピでした。バイバーイ。